I love it here, love the city, family loves it, but like I said, there's no decision in my mind. I love it here. I have. What's going on, guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回は八村選手のワシントンウィザーズがこの度ヘッドコーチをチェンジするということで、その候補者を一人一人見ていきたいと思います。まあそれにしても今日のプレイオフはすごかったね。まず最初のホークスとシクサーズ戦なんて、自分3クォーターの終わりぐらいまで見てて、確かその時18点差とかでもう勝負ついたと思ってテレビ消して、後で結果見てみたら、なんとホークスが逆転していたと。すごいね、次はアトランタで試合ということで、次勝てばなんとイーストのファイナルそしてカワイが抜けたクリッパーズとジャズもね、ちなみにカワイは膝を怪我したということで、今回欠場したんですが、ポール・ジョージがやばかったね。まさに汚名返上と言わんばかりの大活躍で、あとレジー・ジャクソンもやばかったね。とまあめちゃくちゃ熱いプレイオフなんですが、今回も楽しんでもらえたらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本題です。いくつか前の動画で話した通り、ワシントン・ウィザーズとスコット・ブルックスは再契約に向けて話を進めていたんですが、どうやらその新しい契約を結ぶ上で折り合いがつかなかったというわけで今回両者は別々の道を歩むことになったんですが、まあこのことによって一番懸念されてるのは、スコットブルックスを一番気に入ってたウエストブルック、そしてビールもかなり気に入ってたから、今のところ球団としては新しいコーチを雇う上で、最大限このビールとウエストブルックの意見は取り入れていくと言われています。そしてまあスコットブルックスとしてはね、今シーズンは怪我やコロナがあって、スケジュールもかなりタフな中、一時の絶不調から追い上げを見せて、最終的には34勝38敗の成績で、終了したと。だけど、その後のファーストラウンド、シクサーズ相手に1勝4敗で敗れ去ると。スコット・ブルックスはね、ここに来る前はウエストブルックと一緒にオコラホマでコーチをしていて、そのオコラホマ時代はファイナルとかにも行って、かなりその優秀なコーチとしてワシントン・ウィザーズにやってきて、就任した最初の年はイースタンカンファレンスのセミファイナルに行くなど、まあまあの結果を残したのですが、彼がこのヘッドコーチとしてウィザーズへ残した成績は通算で183勝207敗と。まあこう見ると結構負け越しとるね。でもまあこのスコット・ブルックスとしてもチームに問題なかった最初の数年はプレーオフにもちゃんと出てまあまあの成績残してて、だけどその後のチームの不調についてはジョン・ウォールの怪我もかなり大きかったと思うし、そして今シーズンからウエストブルックが入ったんですがコロナと故障に調子狂わされて、だからいつもチームが不安定な中成績も悪かったからかなり同情の余地はあると思うんですが、まあこればっかりはビジネスだからしょうがないと。まあ彼も年齢はまだ55歳ということで、もうすでに他のチームから勧誘が来てるっていう噂もあるし、まだまだねやれると思うから他のチームでね頑張ってほしいよね。というわけでここからはその現在噂されているウィザーズの新しいヘッドコーチの候補を見ていきたいと思うんですが、これらの候補を見てみて皆さんもぜひ球団のフロントオフィス GM になったつもりでこのコーチがいいと思うとか、いやこのコーチはないと思うとか、最後にあなたの意見をコメント欄で教えてください。というわけで早速そのコーチの候補を見ていきましょう。1人目はテリー・スコッツ。彼はつい最近までポートランドトレイルブレイザーズでヘッドコーチをしていて、彼は9年間もブレイザーズでヘッドコーチをしていましたが、今シーズンもプレーオフのファーストラウンド敗退ということで、先日解任されました。まあこのプレーオフも思い返せば、このブレイザーズを倒したナゲッツはめちゃめちゃ強く見えたけど、そのナゲッツもサンズにスイープされると。もうどれだけサンズがいわゆるレベチやったかと。レベルが違いすぎたと。それだけに本当にレイカーズ惜しかったよね。もうそんなこと言っとってもしょうがないけど。とまあ話は戻りますけど、まあこのコーチも実績としては2019年はウエスタンカンファレンスのファイナルまで行って、そして彼も長年このチームのバックコートコンビデミアン・リラードと CJ マッカラムを中心にチームを進めてきたということで、そのスタイルがウエストブルックとブラッドリー・ビールにもハマるんじゃないかと期待されてるそうです。まあ彼はコーチとしては優秀で、彼が1994年に初めてヘッドコーチになってからの通算成績は517勝486敗で、一応勝率は5割以上残しており、これは NBA の歴代でも34位だと。というわけで1人目はテリー・スコッツでしたが、次の候補者を見ていきましょう。サム・キャセール。彼はね、現在 76ers のドック・リバースの下でアシスタントコーチをしていますが、彼はその前もロサンゼルス・クリッパーズでドック・リバースと一緒に2014年から2020年までアシスタントコーチをしてて、実績も十分なんですが、実はその前に彼は2009年から2014年の間、ワシントン・ウィザーズでもアシスタントコーチをしていたと。だからそういった意味ではウィザーズに慣れてるっていうこともあるし、彼は選手としても2008年セルティックスが優勝した時に優秀なサポーティングキャストとしてチームムを支えていたことから、その辺の経験も豊富だと。だけど現在ボストンセルティックスもブラッド・スティーブンソンが退いたということで、ヘッドコーチを探しているそうなんですが、彼らはなんと黒人のヘッドコーチを探していると。ということで、このサム・キャセールにも白羽の矢が立っており、一応セルティックスの候補にも名前が入ってると。というわけで2人目はサム・キャセールだったんですが、次の候補を見ていきましょう。3人目の候補者はマイク・ダントーニー。ここはおそらくヘッドコーチの中ではかなり有名な方だと思います。現在彼はブルックリン・ネッツでスティーブ・ナッシュの下アシスタントコーチをしていますが、彼も候補に名前が挙がってると。でもまあ彼のイメージとしてはヒューストン・ロケッツよね。彼は当時今のジェームス・ハーデンと一緒にウエスタンカンファレンスのファイナルまで行った実績があると。しかも2017年にはコーチ・オブ・ザ・イヤー最優秀コーチ賞も受賞しており、しかも彼はこれに加えて2005年にも同じ賞を受賞してると。そして彼の通算勝利数は672勝で、これは歴代でも21位。ちなみに通算の負けた試合数は527回。しかも彼はヒューストンロケッツ時代に1年だけウエストブルックをコーチングしていた経験もあるから、この辺もプラスになってくると。だけど報道によるとマイク・ダントーニはすでにブレイザーズと面接を終えており、もしもウィザーズが彼を狙っていくのならこのブレイザーズと争っていくことになると。というわけで3人目はマイク・ダントーニでしたが、次の候補者を見ていきましょう。4人目の候補者はダービン・ハム。ヘッドコーチとしては初めてになるんですが、彼も長年アシスタントコーチとしての経験が長いらしく、彼は2013年から現在のバックスのヘッドコーチマイクの下でコーチをしており、報道によれば彼のスタイルはディフェンス重視で、そして選手の育成にも力を入れてると。ということで4人目の候補者はダービン・ハムでしたが、次の候補者を見ていきましょう。5人目の候補者はウェス・アンセルド・ジュニア。彼は現在デンバーナゲッツでアシスタントヘッドコーチをしており、彼は過去にもヘッドコーチになるための面接を受けたことがあるということで、ヘッドコーチとしての興味があることはすでに分かってると。ちなみに当時はシカゴブルーズの面接を受けたそうですが、最終的にそのスポットはビリー・ドゥナバンに取られてしまったと。そして彼のウィザーズつながりというのが、彼の亡くなったお父さんウェス・アンセルド・シニアはウィザーズっていうか当時の名前はバルティモア・ブレッツ、そこのフランチャイズプレイヤーだったと。しかもその後もウィザーズでコーチをしていたと。だからお父さんはバリバリウィザーズと関係があって、そして彼としても2011年からデンバーナゲッツのトップアシスタントコーチとして経験を積んできてると。だけど彼はヘッドコーチとしてのキャリアはないらしく、その辺は少し不安なんですが、彼のスタイルとしてはディフェンス重視らしく、その辺に関しても今シーズンウィザーズがディフェンスがイマイチだったから期待されてるそうです。そして報道によればウィザーズはこのウェス・アンセルド・ジュニアを一番に目をつけてると。はい。というわけで今回以上5人のね、ヘッドコーチ候補を見ていったんですが、皆さんはどのコーチが一番適任だと思いますか？あなたの考えをコメント欄で教えてください。そしていいなと思ったら高評価もお願いします。はい。てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。